僕は多摩湾に住む慶応生。今日は両親が内乱するとの情報を聞きつけ渋谷区広尾の豪邸。このうちお値段なんと15億円。早速内乱とその前に入り口にあったランボルギーニに試乗することに。先日車を購入したばかりなのにパパはノリノリで名刺交換。ねえ買う雰囲気出すのやめてよ。さて試乗を終えたらいよいよ15億円のお家の中へ。中に入ると早速レベチなリビングがお出迎え。お風呂に寝室と続きさらには広々とした屋上まで。最後には贅沢な生演奏を聞かせていただき価値観のぶっ壊れる一日となりました。あれどうなん？いつものこと。